なぞらエア・ハラ・ムーンによる日本の演劇作品。原作及び脚本は、ゆりこうりょう。演出は、石山秀則。トータルビジュアルデザイナーは、夢ライいリネム。社会の少子高齢化と、各家族化による世代隔絶によって、21世紀に入って、なお伝承や迷信が軽んじられる風潮に危惧を抱いた。 当時の四谷いは稲荷民家神社のネギはゆじに、その悩みを打ち明けたことにより、現代に通用する新世代の階段を創作する、試みで制作された作品群である。四谷いは稲荷民家神社への肝心奉納部隊として2009年により、初舞台となる、基準四谷階段の公演が行われた。後に、複数作の続編が作られて、シリーズとなる。 2009年の公演の公表により、2011年の春には新作、不思議で七日が発表され、夏には電撃文庫より小説版、謎ライや一区文書、桃と鬼の鉄が発刊され、秋にはスピンオフ作品が公演。また正式な続編の舞台作は2012年の夏頃に公演。同じく、ラ・ムーンの作品である、ホーンテッドジャンクションに関わり、 同劇団と地偶のある声優の千葉シュゲルが特別出演としてレギュラーの一人を演じている。また千葉及びユリの知人である声優、俳優が同様の特別出演で出演することもある。ホーンテッドジャンクションやラルフィリアサーガを中核として繋がるラ・ムーン作品群の中の一つに数えられ、世界観は同作品群のそれにほぼ準じている。そのため、 同作品群に共通して登場するキャラクターが顔を出すこともある。これに関して作品の特徴についてはラムーン作風を参照。また、同じく、ラ・ムーン作品であるセールとの関連性からヒーロークロスラインシリーズとの関わりが示唆され、同シリーズに関わる用語も頻発することからこれらシリーズ群と同じ世界観上の作品と誤解されることが多いが、 実際は、上記の通り、ナゾラヤは、ラ・ムーン作品群に連結している世界観上の作品であるため、ヒーロークロスラインシリーズから見た場合、本作は、つながりのない平行世界上にある世界の作品となるのが実情である。かつて他者が行った失敗をなぞるように、自分も同じ失敗を重ねてしまうこと。これを、鉄を踏むという、鉄。それは、 車輪の輪立ち。獣や人が繰り返し歩いた場所が、獣道となるように輪立ちが通った道もまた他の車が、行きやすく、流されやすい場所となる。それは、実は車や足に限った話ではない。人の行動。特に犯罪などの悪しき行いや愚かな単慮、恐れが秘められた一連の行動は、必ず、鉄を踏むように行動をなぞり同じ悲劇に行き着く、物たちが後を絶たない。 なぜか新しく出した店が業種や人気の遺憾にかかわらずすぐに潰れてしまう土地。不良の溜まり場、ヤクザの町。自殺の名所に殺人現場。と書く、この世は同じ間違いを犯す者が多いという。それは、かつてその土地でまた不運にも何らかの条件が揃うことによって人の行動に鉄が敷かれてしまうから。されど不運に鉄を踏むことを嘆くにあらず。 ここに一つの裏影をあり、古よりの伝承と現代に至るまでの前例、知識の蓄積。これをもって、すでに敷かれた、鉄の行く末を読み、意図的に条件を揃えて、従来のものとは異なる。鉄を敷き、これをなぞらえることで来たるべき悲劇を回避するために、戦う者たちがいた。問われて名乗るは、なぞらえや。鉄が、獣王無に張り巡らされた人の世で、なぞらえやたちは、 今日も人の世から悲劇を押し止めるために戦う。2009年四ツ谷大岩稲荷民屋神社、肝心奉納部隊として2009年9月18日から9月20日まで、築地本願寺ブディストホールにて公演。ナゾラエアシリーズの初作であり、原作に相当する作品。四ツ谷階段あらすじナゾラエアのもとに、タミヤッキという女性がやってくる。彼女は恋人に裏切られて、 命を落とし、亡霊となった姉が夜な夜な怪異を起こすのだと訴える。そして、なぞらい屋に姉の成仏を依頼する秋。なぞらい屋はこれを、四ツ谷階段のわだちと見て、調査を開始。これを回避するなぞらいとなる、新たなるわだちを引く。四ツ谷階段ゲストキャスト主要、レギュラーキャラクターのキャストは、上記登場人物を参照四ツ谷階段スタッフ2011年。 四谷追いは稲荷民宮神社肝心奉納舞台として2011年4月1日から4月3日まで吉祥寺前神座劇場にて公演。前作である基準四谷階段と比してダンス及びレビューの場面が増えており、それらを見せることに物語の進行とほぼ同等の重点が置かれている。ただしミュージカルとしての構成ではない。公演当日は、 東日本大震災被災者義援金の募金が行われ、後に売り上げの一部と合わせて日本赤十字社に寄付された。七、歌荒須島と東京。謎ら絵屋が本拠を持つ四つ屋は骨董や坂道の周囲で不穏な気配と事件が多発する。その裏には人々を神隠しに誘う奇妙な SNS、アルクの存在があった。 そこで配布される携帯電話ゲームに呼応するかのように巻き起こる連続爆弾魔事件。やがてアルクがアリスとも読めることに気づいたナゾライアはこれを不思議の国のアリスのわだちと見抜いて調査を開始する。しかし、その裏には最新技術を得て人の心の裏側に潜む悪魔たちの罠があった。7歌ゲストキャストシリーズのレギュラーキャストは上記登場人物を参照。 太字のキャラクターは公演中ダブルキャストで演じられたもの。七、歌スタッフ、名ぞらえや秘匿文書として電撃文庫より発刊されている。執筆は百合コーイラストは中島厚子。なおキャラクターデザインは夢ライドリネームによるものがほぼ踏襲されている。なお、本作はあくまでも原作者の手で行われたノベライズに基づく。 外伝作であり、原作ではない。ユリにとっては、アンダー・ヘブンズ・フアミリーから数えて10年ぶりとなる、電撃文庫での発刊となった。ここで言うところの原作者とは、基本設定の構築者を意味しており元となる何だかの、作品を書いたものという意味ではない。よく言われる、二の輪立ちを踏むは御用。条件さえ揃えば思い出すことは可能だが、その条件が不明であるために、 自身の記憶に頼ることができない特別な脳ではなく純粋に演技力、声色と事故による身体強制及びメイク能力の結果としての変身能力である。それどころかアジア系人種ですらない。実は、ラ・ムーン作品に一貫して登場するキャラクターの一人、ディアール・オークが人の身にその身をやつした、いわば人外の存在の化身である。しかし本文中には、 キャラクターデザイン原案である夢ライドリの名義は入っていない。ありがとうございます。